よし、やっていきましょう。カオスエビルデッド実況プレイということで、前回手に入れたものの中に8号室の鍵っていう、まあこのシェルターでいうとこの一番ちょおかしくない？8号室の鍵と言っときながらタグが7号室になってるんだけど、これおかしくないか。これ多分テキスト打ち間違いだよね。8号室で合ってるよね。はい、ということなんで上に戻るんですけど、多分その過程でやつが来るんじゃないかと踏んで、あえて俺は録画を回してるんですけど、これで何も出てこなかったらマジで取り損なんだけど、とりあえず行きます。俺は絶対来ると踏んでる。なんで万全の状態でセーブもしてきました。来るよね多分ね。もう一個上か。何これ、こんなん落ちてなかったよ。死体安置所の鍵、誰かいたのか。誰かいたってことだよな。ちょ待って、一旦セーブしていい？せっかくあるんだからちょっと使わないとね、もったいない。ということはやっぱここまで戻ってくることは織り込み済みなわけよ。一番困るな、これをこれで。まあ、逃げてもよかったんだけど、どっちにしろここまた通るからね、掃除しとくのは悪いことではないと。生命変換、よし行くか。8号室で通っていくんだ。ちょ待って、最短ルートで行きたい。最短ルートで、ちょ待って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 、パスワード送信するな。上だね、上からだね。倉庫寄ってくか。来そうじゃない、さすがに来そうじゃない。一旦セーブしに行こうぜ。こういうのは面倒でもね、やっといて、後でやっといて、あ、よかったなってなるものだから。はい、皆さんに悲しいお知らせがあります。ですね、途中の録画ファイル、壊れてました。はい、まあね、ちょっと割と進んじゃってるんですよね、これが。もう本当にマジで、もうこればっかりはね、何をどう気をつけようとね、起こりうることなんで、非常に申し訳ないですけど、今から口頭で、道中何があったかをちょっと説明するんですけど、はい。まあなんかやることはね、結局、まあいつも通りお使いというか、あっち行ってこっち行ってを繰り返してたんですけど、まあ一応カット前の状態、まあおそらく行ってたであろう、8号室に、そのまま行って、まあ、謎解きを済ませてから、なんかアイテムやらなんやらを入手して、死体安置室やら、なんか薬剤調合やら、なんかいろいろ行ったりやったりとかして、で、なんか金属加工室行った時に、まあ、なんかイベントというか、なんか総理大臣、クズ総理から、まあ、どっちがクズかわからないけど、電話でなんか交渉を持ちかけられたんですけど、まあ、もちろんそんな、交渉にホオズキ白夜がね、応じるわけもなく、まあ、きっぱり断ったんですけど、まあ、多分そこからなんか仕掛けてくんのかなという感じではあるんですけど、はい、なんかいろいろまあこんな感じにアイテムを入手しつつっていう感じで、今のところはあれかな、一番左下のなんだっけ、あそこ、ちょっと待って、シェルターさんかい、動力室だねに今から向かおうとしているところで一旦カットを入れようかなと思って、まあ動画ファイル録画したやつ見てみたら、再生ができなかったっていうことに気づいたわけです。はい、以上はい、まあなんかちょっと進んだとは言っても、なんか本当に口で説明できるレベルの出来事なんで、まあ正直あんまり支障はないかなと個人的には思ってますね。もう本当に行ったり来たりを繰り返してるだけなんで絵面としては本当に変わりないんだよね。はい、まあ、その道中例の化け物に2回ほど追いかけられましたけど、まあそのぐらいかな。はい、
で、なんか 3D プリンターでこの鷹のエンブレムっていうのを作ったんで、これをはめることによってこの中に入ることができるという感じですね。半信半疑だったけど開いてよかったわね。なんかね流行ってるみたいです一応まあバイオオマージュのゲームではあるから。うわー出たー、なんかこのマップも見覚えあるんだけど、うわこれ大丈夫か。いやー入り組んでるね。これどこ行きゃいいの。結局さー、またやつが来るんじゃないのか。こういう入り組んでるマップを見るとさ、もう追われることしか頭にないんだけど、どこよ。あーこれか。ちょっと待って、他はマップ、ちょっと全体をちゃんと見よう。てかシレット入手したけど、ショットガンの弾ありがたいな。なんかねちょっとね、慢性的にやっぱ枯渇するね。今回なんかそんなにショットガンの弾、まあ多分あれもね録画中にやったことだと、あこれで全部かと思うけど、一回買ったぐらいかな。普通に買わない状態で進めるっていうのはそこそこ難易度高いかもしんない。慢性的に枯渇し始める後半になると。でこれだね、動力あるんですね。ハンドルもなんなら燃料もあります、あります。はい完璧。下準備の差だよね。よし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 。さあ何が起きる。このまま帰れるとは思ってないよもう多分俺も思ってるし、見てる人も思ってるだろうけど、まあこのまま無事にたどり着けるなんてそんな甘い考えしてないからな。絶対何かしら起きるっていうのはもう分かってるよ。動いていたらそろそろあれの使い時かしら。さあプレイヤーと意思の疎通が図れていない宝月白夜、何をやろうというのかさっぱり皆目見当もつきません。出たよ。ただちょっとイベントっぽいんで追われる系ではない。白夜は素早く化け物へ混合薬剤を打ち込んだ。これはあれですね、 A と B をなんかペンパイナップをアッポッペンして作り上げたやつですね。これもはい、壊れた録画ファイルの中でやったやつなんですけど、まあ、ぶっちゃけこれやったことさ、前作カオスデッドとやったこと同じなんで、まあなんかそれを思い出してもらえればなって感じなんですけど、はい。これがなんかアビスウイルスになんか効く劇薬だっけ、そんな感じです。そんな感じでふわっとした認識でいいです。はい出た緊急警報緊急警報、本施設内でアビスウイルスの感染拡大が危険期まで達しました。180秒後に、180秒、脱出できるか180で。これは電話での交渉が失敗した時点で私を確実に殺せるタイミングを伺っていた。まあ結局やっぱ殺す算段ではあったと。え、ちょっと待って、あ、戦うの、お前と、お前と戦うの。ちょっと待って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 、袋叩きなんですけど。よし、リベンジマッチと行こうじゃねえかよ。ちょっとこう趣向を変えて左側から攻めることにします。さっき右だとね、なんか厄介なゾンビたちがいたんで、左ルートだとどうかなっていう、そんな再チャレンジ行きましょうか。お前しれっとさ、痛い。よし消えた。あ、ちょっと待って、さりげなく、は？お前が持ってんかもしかして。ほら来た。ちょっと待って、フロアから脱出すんだよね、フロアから脱出すんだよね。ちょっと待って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 、どこ、フロア、フロア、フラマップ、はいはいはい、そのまま上ね、そのまま上ね、そのまま上ね。
痛いよ。だがお前らの相手をしてる暇はない。今なんか貫通した気がするけど、ムシ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 。 HP 大丈夫？ HP 大丈夫？ちょっと待って、定期的に回復を入れてこう。ちょマジでね、お前もムシ。うん、毒性だ。痛いよ。ちょっと待って、やばいよやばいよやばいよ。自利品じゃない？ちょっと、あ、モルヒネ。ぶねえ。完全にはめられたよね今。あぶねえ。いや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 。あれきついって。やっぱ今作難易度が全体的に上がってるな。もう本当に前作やりましたよね、クリアしましたよねっていうのを前提で作られてるね、これ。どれ、 EMP 爆弾がうまく機能して上階の滅菌を止められたよね。うん、これだけ足場があれば問題なく上階まで登れそうだし、どうにか狙い通りになったわね。あとはあれもうまくいってくれれば嬉しいんだけど。さあ、プレイヤーとホオズキ白夜の意思疎通が図れてないシリーズ第2弾。そしてさりげなくちょっと毒を食らってるんで、一旦毒の回復をしましょう。ちなみにまあこんなもんか。いけないぞ、障壁が折れてる。うわまあ死んでるなんてみじも思ってなかったけどな。相変わらずお前あれだよな、本気も。うわー、戦うじゃん、この広さは戦うじゃん絶対ここで。お前その戦闘状態になると、なんでその工事現場のさ夜の交通整理の時に使う棒を持ち出すの？いいわ、あくまで私と敵対したいならここで死になさい。行きましょうか。あ、出た、これか。ちょっと待って、いった。なるほど、攻撃パターンはこれか。オッケー、多分これ前作と変わってないな、攻撃方法。ヒットアンドウェイでいこう。でちょっとこまめに回復も入れつつ、あ、まあ大丈夫か、5発使い切れば。危ね、おっと、なんだこれは、第二形態か、なんか出てきたね。ちょっと待って、こいつらの処理もしなきゃいけないから、一旦ショットガンに持ち替えようか。厄介だな、ちょっと取り巻きが、取り巻きの処理はショットガンでいいな。最初に
第一形態の段階でグレランを、まあ、打ちまくって、ちょっと待って、カロリーメイト全部食っとこう。グレラン打ちまくって第二形態になって、取り巻きが増えてきたらショットガンでちょっとずつ処理する。これでいこう。多分これがセオリー。いきましょう。このさ、前作からずっと思ってることなんだけどさ、ボス戦の前にセーブ挟ましてほしいんだよな。毎回この同じイベントを負けるたびに見なきゃいけないっていうこの手間がね、マジでクソ。もう一切忖度なく言うとマジでクソ。セーブ1回ぐらい挟ませろよと思う、一プレイヤーとして。イベントスキップがあるならいいんだけどさ、それもないからね。煩わしいってありゃしない。ちなみに結構食らうな。でもうここでショットガン持ち帰っていい気がするんだよ。よし、結局ゴリ押しよ。結局ゴリ押しよ。お前弓使ってなかっただろ。まあいいでしょ。大丈夫？それ絶対倒せてないやつだけど。開けなさい。開けないならどんな手段を使っててもこじ開けるわよ。重機でこじ開けるのは弾薬がもったいないし。そうね。そこのクレーンからガソリンを抜いて扉の隙間から部屋に流し込んで火をつけてやろうかしら。お前よくそのとっさのその判断でできるよな、その考えが。今さらそんなもので私を殺せると思ってるの？違うものには何回かやられましたけどね。でもまあ不愉快ね。今すぐ私に向けたその薄汚い鉄の塊を下ろしなさい。さもなくば殺すぞ。いいでしょう。さて古川総理、私の要求は分かっているわね。アビスウイルスに関わった全てのもののリストを渡しなさい。国内はもちろんスポンサーや海外も含めたその全てのリストをね。もうね、何も怖くないよね、こっちからしたら。だが君の目的は復讐なのだろう。ならばどちらにせよリストを渡せば私たちは殺される。まあいいわ、この場では見逃してあげる。この場だけはね。本当だな。私はあんたと違って嘘は言わないわ。そもそもこんな有利な状況、私じゃなくても嘘をつく必要すらないでしょ。要求を飲ませるだけなら時間をかけてあんたを拷問するか、後ろにいる人間を一人ずつ殺していってもいいのよ。そんなどこにでもあるようなロッカーに入れてあんのか。これだ。確認するけどこれ本物よね。ああ本物だ。そこに全てが載っている。いいでしょう。約束通りこの場では見逃してあげる。ならもう要は。そっちに行きました。バカね。でもまあ見事な手のひら返しだったわよ。ここまで来るといっそ滑稽で笑いを誘うわ。どうして
そいつの脳内、行動を操る制御チップが埋め込まれていたんでしょう。で、私は上層で EMP 爆弾を使った。だったらその制御チップ壊れてると思わない？どうやら瀕死まで追い込んだ私よりあなたたちの方がこいつの恨みを買っていたようね。ま、その様子が見て取れたから見逃しちゃったんだけど。ああ、そういうことだったんだ。私を殺すように仕掛けたその下の根も乾かないうちによくもまあ緩わね。答えはもちろんお断りよ。私が約束したのはこの場で見逃すだけ。あなたたちを助ける理由なんて一つもないわ。助けない理由ならたくさんあるけどね。ああ、そういえば古川夏樹って名前に聞き覚えはない？幼馴染を助けるためにこのシェルターから飛び出したって本人から聞いたんだけど。いやいやいや、あいつ勝手にやったことだしな。別にこれに関しては全然悪くないし、あいつが勝手に行動を起こしただけだから。あら、それは嬉しいわね。別に殺したとは言ってないのに。なんだと？だって化けて出てくれるなら何度でもあなたを殺せるじゃない。な、実はね、ここで見逃して私の手であなたを殺せないのは結構な心残りだったの。だからぜひともお願いするわ。私があなたを殺すのに満足するまで何度でも化けて出てね。それじゃあさよなら。縁があったらまた会いましょう。急に声のトーン上がってるけど、これ総理死んでないんじゃないの？なんかちゃんとさ、なんか死んだっていう描写がないキャラは結局生きてるからな。あの序盤のあの女もそうだけどさ、絶対生きてるんだよな。ワンピースとかでもそうだけど、ちゃんと死んだっていう明確な描写がなかったらまた再利用するからね、作者って。そういうもんよ。このリストを見る限り結構な数の国や人がかかっていたのね。さて、もうこの国に用はないし、次はどの国へ行きましょうか。というか、あいつもそうじゃん。さっき言ってた総理の孫、あいつも出番あれっきりだからね。やっぱりこの国から亡命してる者たちが多くて、スポンサー企業も多い米か中に行こうかしらね。どこが相手だろうと売られた喧嘩は買うのね。それともいっそ、ま、おとなしくこのリストに載っている者たちを引き渡してくれれば国ごと敵に回さなくても済むんだけど、この国の惨状を知った各国は果たしてどう対応するのか少しは期待したいところね。まあ今はまずこの国ごと滅菌される前にさっさと脱出しましょうか。生きてた絶対あんなんで死ぬようなキャラじゃないもんな。なんかオッドアイになってる。人間としての意識を残す程度にはだけど、無事に適合できたみたい。反適合者といったところかしら。反適合者ですか。まあその代償として常にカロリーの高いものを摂取していないと、体内のアビスウイルスが暴走して不足したエネルギーを補うと真っ先に脳細胞を食らいにかかるので油断はできないけどね。おかげで高カロリーの携帯食は手放せなくなったわ。あ、それでカロリーウェイトなのか。そういうことなの。他にも感染初期段階ならアビスウイルスの働きを抑制できる抗ウイルス剤も定期的に打つ必要があるし、面倒な体になったわね。まあその分メリットも大きいけれど、それでも奇跡的な成果です。どうぞご自愛ください。ありがとう。あなたたちが優秀ならもっとご自愛できるんだけどね。失礼します。入りなさい。
あ、そうそう。は。バーン。すごいな、お前そんだけ撃たれて血の一つも出てないと。あなた二重スパイでしょ。今まで私に都合よく踊ってくれる情報だけがあなたに流れるよう細工していたけど、私の情報を隠すのは難しそうだしね。これまだ続きあるよな。さて、情報は手に入った。必要物資を揃い次第宝月白夜を覚えよ。あれは必ず私たちで手に入れるわ。この体は反適合者から適合者に変えるには感染の元となった宝月白夜の身柄は絶対に必要。それにあれを捕らえれば巨万の富も得られる。何より受けた屈辱は必ず返すわ。万倍にしてね。しばしの安寧を楽しみなさい、宝月白夜。これが最後の安寧となるのだから。さて、あの時切らなかった宝月白夜の死因を撃ち殺した部隊員は私の手元にいるという切り札にまだ不確定だけど、もう一つこれをどうやって利用してやろうかしらね。ということで、はい、完結しないみたいですね。ちょっとまあもろもろ気になる点というかね、まあ回収されてない伏線というか、まあ、結構多いんで、まあ、このまま終わることはないだろうなと思ってるんで、多分また続きがね、まあできるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に面白いんですけど、本当に頼むからボス戦前のセーブ、あのイベント終わった後に一回セーブ挟ましてくれると嬉しいんだよね。もうほんとそれだけなんだよね。それだけ、それ以外何も望まないんだけど、マジでボス戦前に一回セーブを挟ましてほしい。っていうセーブ中の俺からの、一プレイヤーからの一つの意見なんですけど、もしこの動画作者さん、まあ多分見てないと思うけど、もう奇跡的に見られていましたら、ちょっとご検討のほど、続編もし作る際はご検討のほどぜひよろしくお願いします。はい、今回も楽しく遊ばせていただきました。やっぱ全体的にね、難易度が上がってましたね、やっぱ。うん、あとナイフと弓矢が死んでた後半、ちょっともうぶっちゃけ死にスキルだと思うな、この2つも。後半はもう敵がインフレしすぎてて、ほぼほぼグレナントショットガン使うほかなかったんで、ナイフと弓矢の熟練度とか後半死んでたわ。悪い顔してるね。To be continue。 はてな、まあエンドと書かないあたり、やっぱ続編は想定されてるんだろうね。国外か、もう日本終わりだもんね、この世界だと。はい、ということでまたおまけ部屋に着いたわけなんですが、じゃあまあ一人ずつ話聞いていきましょうか。あー、これやっぱあれか、あの休憩室に書かれてた。過去作の RPG からゲスト出演のベルン・アルタムス。あー、この作者さんね、このホラーゲームだけじゃなくて結構いろんな作品作られてるんで、まあ RPG もあるみたいね。ちょっと俺はプレイしたことないんで存じ上げないんだけど。あー、出た出た出た。金一切使ってないからな。結構いろんなの買えるね。どうやら無限武器に防具モルヒネにレベルとお金だけ引き継げるみたいね。
他のアイテムや武器の熟練度なんかを初期化されちゃうみたいだけど転生する、いや、なるほど、左ルートで行こうか。じゃあ、あーてか、まあ、多分こいつもね次回作でまた登場するんだろうね。なんか本当にポットでもいいところというか途中退場したもんな、最後までいなかったもんなお前な。で死んでないんでしょ、これは絶対続編出てくんなこいつ。私は全力を尽くしたわ、それに殺したらあなたの身内じゃないの。感情で動くタイプね。ダメだ、会話が通じないわね。まあ私を殺そうとするのはやめない、止めないけど次は殺すわよ。私を撃ったにもかかわらず、私があなたを見逃したのはあなたの幼馴染に義理を立てたから、その意味をよく噛みしめることね。でないとあなたの幼馴染の死は本当に無意味になるわよ。総理の孫を懐く、古川夏樹です。当初制作したシナリオでは白夜を銃撃した後に反撃されて殺される予定でしたっていうことにしなかったっていうことはやっぱり意味はあるんだよね。が実際に会話イベントを作っていくと白夜が見逃す展開となりました。ちょこちょこキャラが自分の想像とは違う行動をするのは制作していて面白くもあり厄介ではありますね。はいはい、古川の月の幼馴染三島彩香です。あ、名字出てなかったんだ。このキャラは基本的に嘘をつかない正直者で、相手の立場で考えられる柔軟な思考ができます。そこが白夜の金銭に触れた部分ではありますね。うん、感情で動くタイプは俺も嫌いですね。そこをやっぱ理性が上回ってほしいと。どこまで突き進むつもりなんだい。止まらないぞ、ほおずき白夜は。黒幕の全てを皆殺しにするまでか。でもその後はどうするんだい。もう今までのようには。全て覚悟の上よ。どんな結末になろうと、どんな死に様だろうと受け入れるわ。それが私の成した後の結果ならね。本当に昔から揺らがないね、ほおずきさんは。死んだ後でも心配かけるわね。夢でも幻でも一目見れて嬉しかったわ。こっちにはゆっくりおいで、その時には積もる話をしよう。ええ、わあ、そうなんだよね、この人がきっかけだもんね。続編で彼女はもしかしたら、これ以上はネタバレになり白夜さんの逆鱗にも触れそうなのでやめておきます。ああ、なんかね、あの女がさ、なんだっけ、この子を殺したっていう時のなんか隊員ともう一つなんか用意してるって言ってたから、この人復活かで、ただの復活じゃないんじゃないの。なんかアビスウィルスでひどい姿になって登場して白夜と戦うことになるんじゃないのかなって思ってるんですけど、果たしてどうなのか。先にお前が天敷島ごと私たちを捨て駒にして皆殺しにしたんだろうが、見逃す約束したのはあの場だけ。もう一度ぶち殺すぞ。でしたって過去形になってるっていうことはやっぱ死んでるのか。前作からの引き続いての登場ですが、当初のシナリオ通り今作で退場されたんだやっぱ。へー、ちゃんと死んだところ描写してなかったからさ、また再利用されるのかなと思ってたんですけど、死んだんだごめんな、このゲームね、女子供だろうと平気でぶち殺されるんで。残念ながら亡くなった後だったけど、あなたのお父さんの事情は話したでしょ。まああなたは何も悪くないし恨みもないけど、因果は巡るってね。お父さんのやったことはとても悪いことだけど、それでもきっとお姉ちゃんにも因果は巡るよ。まあ最後死ぬんだろうな、ほおずき白夜も。前作の黒幕の一人、黒塚明人の娘、黒塚美月です。性格は純粋無垢で難病を患っていました。前作からの登場ですが、やっぱり残念な結果となってしまいましたね。また因果が巡るって言葉を理解できたことは年齢を考えるとかなりすごいですね。
10歳だっけ、絶対わかんないよね、インガーめくるって。はいはいはい。まあラスボスはあなただよね、やっぱね。しばしの安息を楽しみなさい、ホオズキ白夜。それが最後の安息となるのだから。せっかく莫大な富を手に入れても使える場所がなくなるのは困るしね。そう、あなたに安息なんてもう存在しないけどね。次はその顔を見た瞬間に顔面に三段を叩き込んでやろうかしら。続編、タイトルはカオスイビルデッドエンドとかになるかな。でもいろいろと暴れてくれそうな前作に気づいての黒幕です。本名不詳っていうのはやっぱなんか関わってくるのかね。まあ、重要にはなるんだろうな。反適合者となった彼女ですが、なんだろうね、実はホオズキ白夜と近しい関係だったみたいな、身内だった感じかな。なんだろうね、わざわざ隠す理由って何なんだろうな。続編では白夜の親友を殺した部隊員も手元にいるという手札以外にも、その身体能力も生かして白夜を追い詰めてくれそうですね。うん、まあ、最終的にこいつとも1対1で戦うんだろうな絶対。彼女の歩行グラフィック、戦闘用もどうにか考えないと。どうしようかな、化け物相手じゃなくてこの人間相手っていう、このガンアクションの方が実は難しいんだよね。動きが素早かったりとかするからさ、もうこいつとの戦闘はぶっちゃけ慣れたわ。前作と特に変わってなかったしね。第二形態がちょっと厄介だったけど、前作の黒幕の一人である天敷島の研究所の研究主任黒塚明人が死刑囚をもとにオビスビルスで仕上げた特別な変異体を散見したもの。脳に強力な制御チップを埋め込まれ、命令通りに動く人形となっている。生物兵器として利用するために再現したもので、古川がシェルター内のゾンビとも一掃しようと起動した。あ、それで起動したんだ。が、EMP 爆弾プラス、白夜に瀕死まで追い込まれたショックで、ほんのわずかながら理性が戻り、あ、そういうことだったんだ。チップがなくなって暴走したのかと思ったけど、理性がある状態で明確な意思を持って、やつらを殺したと。またある程度体が破損する、あ、損壊すると、損壊した体を修復しようとアビスビルスが半ば暴走し、新たな器官が入るなど予測不可能な変異を遂げる。ちなみにラスボスに限らず攻撃モーションを入れたかったんですが、作者に絵心がなかったので、制作できませんでした。なるほど。ひっ、無害そうだし私には関係ないしどうでもいいわね。まあ顔グラがなかった時点のお察しだよね。内海ゆかです。本編では名字しか出ていませんね。性格が引っ込み思案で臆病です。本当は立ち絵が欲しかったんですが、素材不足っていうのと、まあ短い出番だからいいかと妥協したキャラでもあります。あまり語ることのないキャラですね。ちなみに名前はおまけ部屋、もっと言えばこのイベントを書いてる時に決めました。めちゃくちゃ適当な扱いね。私は有言実行に行動しただけよ。それともあんな状況だったに自分は絶対に死なないなんて頭がお花だったけな勘違いでもしていたの。だとしたらとてもおめでたいわね。ある意味羨ましいわ。ふざけてなんかないわよ。むしろ一度は警告してあげた私の優しさに感謝してほしいよね。鈴井真奈です。本編では名字しか出ていません。基本名前は適当なんだね。性格は基本的に自己中心的で短気です。本当は立ち絵が欲しかったんですが、まあ怒りを同じと。うん。まあこういうタイプ嫌いそうだもんね。はい、ということでこれで全員分一応確認は済んだかな。はい。まあなんか総括というか思ったことも。はい、まあ基本的にはねエンディング中に喋っちゃったんで、はい、まあいいかなっていう感じなんですけど、まああの続編どうやら予定としてはね作者さんの頭の中にあるみたいなんで、まあ気長に待つとしましょうか。あのぜひともセーブ機能つけてください、お願いします。俺みたいなあの雑魚スキル の, あのプレイヤーにとっては本当に何回かやり直すことになるんで、ちょっとご検討のほどよろしくお願いします。ということで、カオスイビルデッド実況プレイでした。お疲れ様でした。